トシ君、ハナちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりに2人のやり取りが聞けて本当に嬉しいです。そこで早速質問なんですが、何でしょう。BBS って何の略ですっけ。あ、確かすごい素敵な告白の言葉というのだけは知っているんですけど、はあ、教えてください。レベルアップしたトシ君、レベルアップした答えをよろしく。え、すごく素敵な何。素敵な告白の言葉。告白の言葉を BBS で。を BBS で。はい。で B って難しいですね。B 難しいな。うん、BBS。え、大丈夫ですか？うん、はい。まあ出たとこ勝負で。いきます。はい、BBS の B。バックアップなんていらないぜ。は？B。ブッチなんてするもんか。スカートの中に手を入れて、ごめん、ちょっともう一回やろう、もう一回やろう。確かにこれダメだ、確かにもう一回やろう、これはダメだ、これはダメだ、危険、これは危険だ、これは触るな、危険の方だ、これは違う、確かに、ダメだ、こんなんじゃダメだ。あのさ、一年前こんなこと言わなかったよね。こんなんじゃダメだ、こんなんじゃ、なんか本当にダメだよ。ただのムッツリスケベだ、これは。そうだよね、そうだよね。今後ろで女性のスタッフさんがね、もう2つ目の B の段階でね、首かしげてたんですよ、うん、もうその時点で俺ダメだなって思った。うん、もう一回、もう一回行こう、もう一回行こう。じゃあもう一回で気を取り直して B。 僕ってダメだよね。 B。 ブツブツが顔についてるもんね。それでも君のことが好きなんだ。あのさ、ブツブツが顔についてる理由は、それ、ね、意味はあるの？いや、なんかそういうこう見かけじゃないんだよっていう花ちゃんの温かい心を表現したつもりだったんだけど、花ちゃんも BBS の B からやってもらおうかな。うん、BBS の B。ボインボインじゃないけど。絶対こら花沢聞いてみよう、とりあえず聞いてみよう。ボインボインじゃないけど、はい、 BBS の2の B。 ブリーフでも。はい、まあボインボインじゃないけど、ブリーフでも BBS の S。 そんな君が好きだぜ。あれ最初ボインボインじゃないけどって自分のこと言ってると思ったら、二つ目でブリーフでもって急に、あれ誰の話、これ誰の話ってなっちゃったんだけど今。花ちゃんもそんなこと言う子じゃなかったよ、1年前。そうでした。花ちゃんの口からブリーフなんて。この1年で私たちちょっとむっつりになってしまったみたいです、ね、ちょっとむっつりになったようです。おかしいですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて。